あんた,がたどこさ深夜11時僕と友人の加藤は今はもう使われていないとある山奥の小学校にいた校庭グラウンドには雑草が生え赤さびた鉄棒やジャングルジムシーソー現在は危険というレッテルを貼られた回転灯もあった 僕と加藤はこの小学校に肝試しに来たんだった本当はもう一人鈴木という友人も来る予定だったんだがあいにく急な用事が入ってしまったようで二人で行くことになった野郎二人で肝試しとは別の意味でゾッとするがこの加藤というやつは幽霊を見るためなら他の条件が何だろうとお構いなしなんだ ただ一つの条件を除いてかんなんだってよ一人じゃ見たっつっても誰も信じてくれねえじゃんもっともらしい理由だが僕は知っているこいつは実は怖がりなんだそれでもって熱狂的なオカルトマニアで心霊スポット巡りが趣味なんだしかしそんな加藤のおかげで 僕は普通なら見ることのできないものもいくつか見てきた。鈴木の野郎は正解だったな。ここ外れだわ。うーん、確かにね。物音一つしなかったしな。外れなら外れでそれはありがたいんだが、僕だって怖いものは怖い。でも、興味はすごくある。 で見見たたいいけど見たくないわかるだろうか、この心理。というわけで、僕らはさっきまで学校内をうろうろしてたんだが、あいにくここで自殺したという生徒の幽霊は見ることができなかった。懐中電灯を消したり、わざと別々に行動したり、音楽室も理科室もこわごわ覗いたんだけど、結局何も出なかった。 時間が悪かったのか、それとも加藤が、こら幽霊出てこいやなどと怒鳴りながら探索したせいだろうか。そうして、僕らはいくぶんがっかりしながら小学校のグラウンドに出たんだった。で、どうすんの帰ると僕は加藤に聞いた。加藤は明らかに不満そうな顔をして、 いつの間にか拾ったらしい木の枝で地面にガリガリ線を引いてた。黙ってその様子を眺めていると、加藤は地面に2メートル四方くらいの正方形を描いた。ついで、その図の中に十字線が引かれる。田んぼのただ。加藤が顔を上げて僕の方を見た。 その顔から不満そうな表情が消えてニニンと笑うなあなあお前あんたがたどこさって知ってっかいきなり尋ねられ僕は少しあたふたしながら脳内のタンスからその単語の情報を引っ張り出したああ知ってる手まりただろまりつきながらえー、っと あんたがったどっこさ、ひい,いごさ、ひい,いごどっこさ、くまもとさ。わかったわかった。じゃあよ、あんどこって知ってっか。あんどこそれは知らないと僕が首を振ると、かとうは手にした木の棒で今しがた地面に書いた図形、田んぼの田をさした。あんどこってのは、 この四つの四角の枠の中でなリズムに合わせて飛ぶんだよ右左と基本は左右交互に飛んで「あんたがったとっこさ」の「さ」の部分だけ一瞬前に飛んで戻るいいかよく見てろよどうやら手本を見せてくれるらしいせーの「あんたがったとっこさ」「ひーごさ」 ひいこどっこさ、くまも,もっとさ、くまも,もっとどっこさ、せんぱさ。大声を張り上げながら加藤は自分で作った図の中を前後左右にぴょんぴょん飛び跳ねた。とまあ、だいたいこんな感じだな。わかったらと言われても、ぼくとしては首をかしげるしかない。 こいつは一体何がしたいんだろうかわかったのは、やはり加藤はとてつもなく恩知ということだけだ。今のがあんだか。まあ、遊びだ、遊び。へえ、でもしかしてそれは僕にもやれというのだろうかしかし加藤の顔にはまさにそう書いてある。 で、じゃねえよお前もやんだよ二人で、あんどこ。やだよなんで僕がそんなこと。なんでってお前、知らねえのまあ、噂だけだよ。これ、二人で目をつぶってやったら、なんか別の世界に行けるんだとよ。およっと思った。 せっかく小学校に来たんだからただ単に昔を懐かしんで子どもの遊びをやろうというわけでもないらしいそれなら面白そうだということで僕はその安んをやることにした加藤の説明によると田んぼの他の形に区切られた4つのスペースのうちまず2人がそれぞれ左斜めに相手がいるようにして立つ。 それから目をつぶり、暗闇の中で、あんた方どこさを歌いながら飛ぶ。スタートは左に。すべてを歌い終わり、ちょいと乾くすのすで前に飛んで終了。そこで目を開ける。何が起こるかはお楽しみ。注意事項として、歌を間違える。飛び方を誤る。 相手にぶつかる。目を開けたときに田んぼの田からはみ出したら失敗。んじゃあ行くぞ。ちょっと待って。なんだよ。いや、ちょっと気になったんだけど、あんどこが成功してさ、その加藤が言う妙な世界にもし行けたら、帰ってこれんのすると加藤は、うわー と笑い、知らねえと言ったおいおいまあいいじゃねえかさあ始めっか目をつぶれまあいいのかと思いつつも僕は目をつぶったせーのあんたがあったどっこさあいて、あんたいきなり間違えた 慣れないと意外に難しいのかもしれない。おいおい、お前、ちゃんとやれって。<laughs> ごめんごめん。次は、さ。たくよ。頭の中でシミュレーションする。交互に交互に、さって飛ぶ。いっせーの。おいで。正面衝突。 一瞬間違えたのかと思って謝りかけたがよく考えてみると僕は間違っていない目を開けてみると加藤が人をかざして「悪い悪い次は本気でいくからよ」「僕はなんだか急にバカらしくなってきたがあと一回くらいはやってみようか」と思う「いっせーのーせ」「あんたがったどっこさ」 ひごさ、ひごどっこさ、くまもっとさ、くまもっとどっこいさ、せんばさ、せんばやまにはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲でうってさ、にってさ、やいてさ、くってさ、それをこのはでちょいとかくせ。 前へ飛んで僕は目を開いた。四角の中にいた成功だちょっと誇らしい気持ちになって僕は加藤はどうかなと思い振り返ったそこに加藤の姿はなかったえ右を見て左を見てもう一度右を見て 僕はははと思うすべてはこのためだったんだ。目をつぶったままのあんどこなどという凝ったことをさせておいて、加藤は歌の途中でこっそり抜け出し、僕がおろおろするのを隠れて見て楽しむつもりなんだ。加藤のやつめ。僕は何とかして加藤を見つけてやろうと思い、そこら中を注意深く見渡した。 グラウンドに身を隠せるような場所は少ない。しかし加藤は見つからなかった。うまく隠れたもんだ。そうして僕は持っていた懐中電灯で地面を照らした。グラウンドに加藤の足跡が残っているかもと思ったんだ。しかし足跡はなかった。おかしい。 その時だ。違和感を覚えた。僕らはさっき前後左右に飛び跳ねてたはずだ。足跡はともかくその飛んで着地した足跡までない。地面に見えるのは加藤が描いた図形だけ。僕は二歩三歩と歩いてみた。足跡はつく。 これはおかしくないだろうか。あたりをもう一度見回す。誰もいない。風の音もしない。さっきまでは吹いてたはずだ。そういえば虫の声も聞こえなくなった。おーい。 僕はその場に飛び上がった加藤を呼ぼうと叫んだ瞬間だったまるでトンネルの中にいるかのように僕の声は周囲にこだましたんだ山彦ではないここは広いグラウンド後ろに学校はあるが何度も音が反響するなんて絶対におかしい僕は途端に怖くなったなあおーい 二度目、返事はない。僕の声だけがあたりにしつこくこだまされ。ふと思い立って、ポケットの中の携帯電話を取り出した。圏外、確かにさっきまでは使えたんだ。学校の中で鈴木からのメールも受信した。別の世界、加藤が言った言葉がふと頭をよぎる。 ここは、もしかしてそうなのかあんた方どこさ、ここはどこだ小学校の入り口に目を向けた僕はそれに気がついてぎょっとする。大さ的に走り出していた。学校の外には車が止めてあったが、鍵は持っていない。それよりもこの小学校は山を少し上がった位置にある。 ここに来るとき、小学校に入るすぐ前の道からは、下の町の夜景が一望できたんだが、ここは町を見下ろせる場所。絶句する。町がなかった。いや、正確に言えば、遠目ではあったが、そこに町はあった。ただし、その町には、明かりがただの一粒も灯っていなかった。町が、 黒いいくら深夜でもありえない光景だ僕はその場にへたり込んでしまったようやく確信する僕は異世界への扉を開けてしまったんだ帰る手段は知らないぞわぞわとゆっくり足元から恐怖が這い上がってくるどうしよう 僕は立ち上がって学校へと戻った。とりあえず何か考えがあったわけではない。あのままじっとしていて正気が保てるかどうか怪しかったんだ。学校の校庭、赤錆びた鉄棒、シーソー、回転と、グラウンドの中央あたりに加藤が書いた図形、 僕はその中に入って再びへたり込んだ。何をしていいかわからない。ガトを探そうか。でも無駄な気がする。うわ意味もなく叫ぶ。こだまする。一体何なんだこの反響音は。僕はもっともっとシャニムに叫びたい衝動を 懸命に押し殺した。ダメだ、冷静になれ。人は考えに考えた末、壁を避けて通ることを覚える。これは確か友人の鈴木が気に入っていた言葉だ。考えなければアイデアは生まれない。考えろ、僕。そこで一つ思い至る。 僕が今座り込んでいるこの地面の図形僕はこの図形からここに来たんだあんた方どこさんに言ってでは同じことを繰り返せば元の世界に戻れるのではないかがぜ元気になった僕は図形の中に立つ目をつぶるせーの飛ぶ歌う 間違えないように、慎重に。か、く、せ。どうだ目を開く。風景に変わりはない。しかし、静かだ。どうだ僕は戻れたのかわ,わ、わ、わ、わ。 こだました。僕は戻れなかったようだそれから何度かパターンを変えて試してみたスタートの位置を変えてみたり飛び方を変えてみたり加藤のように音痴に歌ってみたりけれどもいずれも効果はなかったもしかして二人でなくてはだめなのか 一人ではダメなのか一人無音暗闇怖いいかいいかん冷静になれ後頭部を叩く考えろ考えろ僕の頭もしもだ僕があんた方どこさんによってここに来たんとする。 そうだとしたらその歌詞に何かヒントが隠されていないだろうか僕はあんた方どこさの歌詞を頭の中でなぞってみた肥後熊本仙波山そこで僕はふと思い至るあの歌詞の中で隠されたのはタヌキだ 鉄砲で撃たれて煮られて焼かれて木の葉で隠されるもしかして僕はタヌキだったら加藤は漁師だろうかしかしそんなことに気づいてもどうにもならないんだった足元からじわじわ上がってくる恐怖が膝を越えた足が小刻みに震え出すまずい 正気の僕に残された時間は割と少ないらしい。<laughs> 勘弁してくれ。僕だって怖がりなんだ。一人は怖い。いつもはどんな心霊スポットに行ってもそれほど怖くはない。なぜなら僕の隣には鈴木と加藤がいるからだ。そういえば今日は三人じゃなかった。それがいけなかったのかもしれない。 鈴木が今日来れなかった。急にバイトが入ったと言った。けれど先ほど、僕と加藤が学校の探索をしている時にメールが来ていた。その時の僕は廃校探索に夢中で、鈴木からだと知っただけで、メール自体は見てなかった。それを思い出した僕は、ポケットから相変わらず県外で役に立たない携帯を取り出した。 操作してメール受信画面を開く「今どこにいる?」それが鈴木からのメールだったそれが分かれば苦労しないと僕は思うそうして僕は足の震えとともに少しだけ笑った「このメール内容あんた方どこさじゃないか」 あんたがったどっこさひいごさひいごどっこさ僕は無意識のうちに歌い出していたそろそろ正気がやばい立っていられなくなりそうだった歌いながらこの足ではマリオをまたぐこともできないなと思ったクマえ 足の震えが止まった。僕は気がついたんだ。その瞬間、咳を切ったように走り出していた。そうだ、あんた方どこさ。そうだった。僕は走る。誰もいない学校に向かって走りながらつぶやく。あんた方どこさ、ひいこさ、ひいごどこさ。そうだよ。あの歌は、もともと、 手まり歌じゃないか。可能性は見当もつかなかった。客観的に見て、まるで高くないとは思う。何をどうすればいいかもわからなかった。けれど、なぜか確信できた。これが元の世界に戻るやり方だと。僕は小学校の校舎脇を走り抜け、裏手にもあった。 目当ての建物は校舎じゃない。あった、体育館。入り口に鍵はかかっていたけど、床近くにある通風口が一部壊れていたんで、そこに体を滑り込ませて中に入った。暗い、懐中電灯をつける。しかし、幽霊でもいいから出てほしい気分だった。 体育館倉庫には幸運にも鍵はかかっていなかった。錆びついて重たい扉をスライドさせる。中にはここが小学校として機能していた頃の名残がそのまま置いてあった。目当てはバスケットボール。ほぼ全部のボールが空気が抜けて絞んでいたが空気入れを見つけ、それを使ってボールに命を吹き込む。 空気の入ったバスケットボールを持って、僕は体育館の中央に立った。床にボールを落とす。ダムッと音がして、勢いよく跳ねる。再び両手にボールを抱え、僕は目をつぶった。深呼吸。いっせーのーせ。あんたがあったどっこさ、ひいごさ、ひいごどっこさ。 歌い出すと同時にバスケットボールをつく。目をつぶったまま。サッの部分で片足を上げ、ボールの上を通過させる。ちなみに僕は元バスケット部だ。熊本さ、熊本どっこさ、千バさ。心臓が鳴ってた。また足が震え出した。 歌いながら自分自身を鼓舞する。もう少しだ頑張れ僕ちょいとかック最後に思いっきり力を込めてボールをついた。ボールは今までの最高速度で地面にぶつかり、僕の頭より高く上がったはずだ。そして僕は目をつぶったまま、その場で足を軸に一回転した。 意味はない自分でハードルを上げただけ両腕を前に出すこの中にボールが落ちてくるのか時間にすれば2秒なかったと思うでも長かった腕の中にボールが落ちる感触はないしかしいつまでたってもボールが床に落ちる音もない しばらくそのまま目をつぶっていた開けるのが怖かったでも足の震えはいつの間にか止まっている深呼吸一回二回僕は目を開けたバスケットボールが消えてたうわーあうわあ 僕の声がこだまする。でもそれは体育館だったから当たり前だったんだ。そのことに僕が気がつくまでに相当の時間を要したけど。耳をすませば外で鳴く虫の声がかすかに聞こえた。僕は携帯を取り出す。アンテナが一本立っていた。信じられないだろうが、 携帯のアンテナが一本立っていたことに、僕は本当に飛び上がって喜んだんだ。その瞬間、僕の手の中の携帯が鳴った。鈴木からだった。急いで出た。よう、ところでお前さ、今小学校にいるのか鈴木の声。不覚にも泣きそうになりながらも、僕は、うあ。う そうだよ、と、大声で返事し、若干惹かれた。ガン体育館に凄まじい音が響く。何事かと思って音の方を見ると、ちょうど体育館の裏口が蹴破られて、息を切らした加藤が中に入ってきた。そして加藤は懐中電灯をこちらに向けた。 お、おう、こんなとこにいやがった。マジでありえねえし。目を開けたらいきなりいねえんだもん。マジありえねえよ。まったくよ。そう言って加藤は、ああ、だもう疲れた。と、体育館の床にだらんと寝そべった。電話の向こうで鈴木が何か言ってる。 僕は黙っていた。戻ったら絶対一発ぶん殴ってやろうと思っていたんだけど体育館の床の上で「あー疲れだよとうなりながら転がる加藤を見ているとなんだかその気も失せた僕は受話器を耳に当て直し鈴木に向かって言う「とりあえず帰るよ」お。 おうそうか。それから帰りに鈴木の家に寄る約束をして電話を切ったそうしてまだ床でゴロゴロしている加藤を軽く一発蹴ると実はボロボロ泣いてたやつを引っ張り起こして二人で車まで戻った運転席に座った加藤が鼻をすすりながらエンジンをかける 小学校から少し降りると街の夜景が見えた助手席の窓から見たそれは僕にとって今まで見たどんな夜景よりもきれいでそれは決して僕の目が涙でにじんでいたからではないしかしながら自分で言うのもなんだが不思議なことにこれだけの経験をしてももうこりごりだとは思っていない あんた方どこさどこでもいいよけれど次は三人で行きたいなと思う。